皆さん、こんにちは。ようくんの家っぽい人です。今回は、ロブロックスの鉄道シミュレーター、その名も高根鉄道を遊んでいきます。何か列車が止まっている音がしますね。この列車は関東民なら思い浮かぶかも。車掌の方はどっちだ？回送と書いてありますが、方向幕は回送でないので乗ります。わう、同業者がいました。運転台、近くもすごい再現されてます。この列車は高岡まで行きます。ずばり僕は後ろにいます。この列車は少し前、8ヶ月ほど運行を停止していましたが、最近運用を再開しました。列車番号は KK31 通称高円寺や、電子レンジなどの名前もあります。この列車は高根鉄道の209系をベースに使用い、235系かけたものです。この音声はどこから撮ってきたんでしょうか？固定もしっかりついて動かなくなります。ブザーもしっかりとなる。ブレーキ解除音的に、三菱フルシックかな。あ、完全に三菱フルシックだ。最高ですね。これだけでご飯5杯くらいはいけ。そうですね、嘘です。さっき、高レンジとか電子レンジとか言ってましたが、こいつの顔です。どう見ても電子で、また車両バグったんですか。なんか最近おかしいですね。まあそれも兼ねて、高根鉄道好きなんですけど。車内はいろいろリアルです。なんか来ました、視線車両っすかね。一度、東に逆走りでガイルみたいです。逆走らしいです。運輸指令がしっかりしていればできます。やはり脱線しました。バグが多すぎますし、お寿司。一体、ロブロックス運営は何をしているのでしょうか。そして脱線ということは、罪です。また来ました。見てください、このドア開閉。ドアランプにドアチャイム。ラックの音完全に電子レンジだろ。終了時にこうやって言ってました。罪です。